セシル・フィルダー、セシル・フィルダー、セシール・グラント・フィルダー、1963年9月21日帯は、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルス出身の元プロ野球選手、内野手。長男は元メジャーリーガーのプリンス・フィルダーの MLB ドラフト4巡目で、カンザス式ロイヤルズに指名され契約、トロント・ブルージェイズでメジャー初昇格。しかし、 同時期にブルージェイズには、ウィリアップ賞、後に、ダイエーデプレイ及びフレッド・マグリフが競合する一類及び DH にいたことから、左投手専門の DH、一類種及び代打要員で、なかなか出場機会に恵まれなかったため、日本を含めて、レギュラーを確約できる球団を探していたところ、阪神タイガースから4番打者として、オファーがあったこともあり、初めて、 アメリカ国外でプレーすることとなる。2、阪神に入団し、来日。そのスイングの豪快さから、アラグマというニックネームが付けられる。春季キャンプで、巫女最新の横手投げになすすべなく、抑え込まれたことを契機に、石井明打撃コーチともにフォームを改造。スライダーやフォークに対応できるようになったことでこの年、以降の本領発揮につながった。 特に対太陽戦には滅法強く、横浜スタジアムでは一試合で、場外本塁打を含む3打席連続本塁打を放つなど、対太陽戦だけで、本塁打16本を記録する。逆に、対巨人戦は、本塁打3本と弱かったが、うち1本は、広大竿をから打った、東京ドームの看板直撃の特大ホームランだった。同年9月14日の対巨人戦。 東京ドームで、水野勝人から三振を喫した際、腹いせに地面に叩きつけたバットが手に当たり骨折。そのままシーズンを棒に振り、本塁打王のタイトルを逃す。それでも、長打率。6276は、その年、両リーグ最多の49本塁打を放った、ラルフ・ブライアントの、6275を上回って、両リーグ1位であった。 オフは契約更新を望む阪神に対して年俸の大幅アップと5年契約を要求するが強引に達せず1年で対談となったその後デトロイトタイガースと契約するこの対談に関してはこの年本類打王を獲得したラリーパリッシュが三振の多さを理由に解雇されたことも影響しておりフィルダーの代理人がパリッシュの解雇に激怒し日本の球団は 理解できないと5年契約の締結寸前に一方的に契約を破棄した。このことからパリッシュも責任を感じ、半死に移籍した。メジャー復帰後1年目の2、ジョージ・フォスターが1977年に記録して、以来、メジャーにおいて13年ぶりとなる50本類大以上を記録する。また、翌年のと合わせて本類だおう。 打点王のタイトル2冠を2年連続で獲得する。2も打点王を獲得し、ベーブ・ルース以来のアメリカンリーグにおける3年連続の打点王となる。MVP 級の活躍であったが、1990年はリッキー・ヘンダーソン、1位投票数28のうち14票。フィルダーは10票に、1991年はカルリップ県、1位投票数28のうち15票。 フィルダーは9票に、金差で敗れ、それぞれ2位に終わっている。当時のタイガースの監督であった、スパーキー・アンダーソンは、同じく、日本からので戻り組みのビルガリクソンが、チームに在籍して活躍していたこともあって、日本製品は素晴らしい。と形容したこともあった。また、タイガースの本拠地があるデトロイトでは、地元の新聞に、デトロイトが受け入れた、 唯一の日本製品と称されたこともあった。当時本とは貿易摩擦が問題となっており、デトロイトの主要産業である車が日本からの輸入車で苦戦を強いられていたため、特にデトロイトでは日本に対する反感が強かった。日本帰りであったことから、その肥満体系を揶揄してスモーレスラーなどと呼ばれることもあった。不審が続いた時のブーイングでは、必ずこの名称で呼ばれていた。 阪神からメジャーに復帰した際にも、なぜあのような肥満を取ったと、チーム関係者及びファンからの非難があったが、本塁打を量産することによりそれらの声を打ち消した。その肥満体系ゆえにメジャーリーグでも屈指の鈍速として知られた。1996年に初めて盗塁を成功させた際には、敵地にもかかわらずスタンディングオベーションが巻き起こり、 フィルダーは二類類以上でヘルメットを取り、両手を挙げて答えた。また、その翌日には、新聞の一面を飾ったほどである。この初投類を決めるまでに千0 9 6試合も、用しているが、これは投類を記録しなかったメジャー最多連続試合数で、ある。また、この年はもう一つ投類を成功させているが、フィルダーが投類を成功させたのは後にも先にもこの、シーズンだけである。 2番、ロブディアー、後に、阪神でプレー及びミッキー・テトルトンと30発トリオを結成したが、それは同時に1 3 3新トリオでもあり、打率が低く、三振が多く、しかも投手力が弱かったため、チームの成績は振るわなかった。途中にルーベン・シエラとのトレードで、ニューヨーク・ヤンキースへ移籍し、ワールドシリーズを制して、世界一となった。2番、 アナハイム・エンゼルスに移籍するもシーズン途中に解雇され、同シーズン中にクリーブランド・インディアンスへ移籍。同年引退。引退後は、かねてから長距離法として注目されていた、長男・プリンス・フィルダーの代理人に専念する。2004年になって、突然、セシル・フィルダーが、ギャンブル癖で莫大な借金を抱えて、自己破産した上に蒸発したというニュースが流れた。妻とも、離婚。 フロリダの豪邸はゴミが散らかり放題と悲惨な状況であった。プリンスは父に代わる新たな代理人を雇うこととなった。以後、プリンスとは疎遠となったが、その後フィルダーの消息は判明し、事なきを得た。そして、社会復帰を果たし、はアメリカの立リーグのサウスコーストリーグに加盟するシャーロットントリーレッドフィッシュの監督を務め、 は当時アメリカ独立リーグのカナディアン・アメリカン・リーグに加盟していたアトランティック・シティ・サーフの監督を務めた。2は独立リーグの相談役に就任の MLB オールスターゲームではプリンスと同席し関係改善が明らかになった。現在はリトルリーグの指導をしているほかヤンキース・オービーとして球団の招待客を球場内で案内、接待するホストも務めている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。